母さん、母さん、今日は何しに、母さん、お、ウミガメおった。え、マジマジ、そこそこそこ、本当ですか。いや、顔出しとった。本当に、うん、ちょっと止めて。え、え、あのギャラリーんとこさ、ハマったろ。うん、俺ちょっとそこまで泳いでいくけんさ。え、ちょっとそこでお茶を。え、じゃあちょっと行ってくる。え、着いた。小野さん、はい、本当に泳いできたんですか。泳いできたって、見たら分かるやん。なんで海から。いや、車より速いもん。あ、御殿会場やん。見て、めっちゃいい。んこの会場で、この会場にカメが連れてきてくる。いいカメやったな。ここがまず会場。おー、すごいね。ありいいよこれ。看板めっちゃいいやうわ、すごいねこれ。すごいやろ。うん、もういきなり海よ。これはすごいわ。これ俺が一目惚れしたギャラリー。はあ、マジよくない。マジですごい。いきなり海で、会場はここで、メインの絵が、メインの絵が、まあ、この4つやね、うん、これがあの宮古島セーブザアニマルズっていう犬猫の保護シェルターに買ってくださったお金を全額寄付できたらいいなと思って始めた。いいね。おお、いいね。めちゃくちゃ開放感あるね。こちらが、これあれ、今さ、はい、あの NHK のみんなの歌で放送されてる原画舞台です。かわいいです。かわいいです、うん、こちらもお願いします。ご紹介を。これご依頼の作品なんで、うん、宮古島にさ、あの、うん、八尾政商店っていう駄菓子屋さんがあって、はいはい、そこにずっと展示されてる八尾政商店の子たち、看板犬の子たち、うん、かわいいよね、うん、はい、お、こちらはこれがさっき俺連れてきてくれたやつこれ、この子写真並みに早くないですか。そうね、うん、いや違う、書いた件出てきたのかもしれない。あー、なるほど、うん、そっちがさっきやった。そう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 、かわいいよね。かわいいですね。会場まで連れてきてくれたウミガメちゃんです。なるほど。なるほど。こんな感じなんですね。こんな感じ、こんな感じ。いやー、すごいね。いいね。で、ここに、うん、宮古島セーブザアニマルズの、うん、あの、物販。いっぱいグッズ出しておけ、うん。その物販のブースを作って、あの、T シャツとかトレーナーとか、売ってもらおうかな。なるほど。うん。じゃあ、そのお金はもう宮古島セーブザアニマルズ。それはもちろん。あ、うん、いいね。いいわけやね。うん、犬猫の保護シェルター宮古島セーブザアニマルズ寄付させていただくんですけど、なんかちょっとこう知ってもらえればね。ドッグランを作るのが目標で頑張ってたんですけど、完成した後に何か別にできることはって言って始まったプロジェクトです。TikTok でフォローしてた。はい、ありがとうございます。すごいなと思って。いつも無一文になるからどうなるかなと。もう本当に頑張ってほしいなって。あ、今16歳なので高1です。率直な感想は自分の未熟さをより知りました。自由に絵を描けることがすごい羨ましいし、自分もそうなりたいなって思いました。ありがとうございます。じゃあミッキーをお迎えします。はい、どこでもいい、どこでもいいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。わ、嬉しい。はい、チーズ。お疲れ様です。
お疲れ様でした。無事終わったね。無事終わりました。どうでしたか、宮古島古典。宮古島古典はね、やっぱりやるべきやったね。島の人が来てくれたのがすげえ嬉しかった。しかも新聞見て来てくれた人おってん、うん、嬉しかった。なんか宮古の人にちょっとずつ受け入れてもらってるんだなって気がした。次の目標か。さっき言ったもんな、流れ星に教えてもらうことはできるんですか。教えてもらうこと？はい。まあ見届けてよ。したらわかる。理由。頑張る理由かな。理由を作ってくれとる。本当にありがたい場所です。まあやる意味があるけんね。正直言ったらね、俺らのお金は完全にマイナスでしかない。確かに。お金だけで言ったら、うん、けどお金だけじゃないけんね、やる理由って。何のために売るのか、何のために書くのか、それがやっぱ自分だけのためやったらここまで頑張れんけん。この宮古島っていうものがあって、宮古島におるワンちゃんたちがおって、それのおかげで今頑張ってこれて、俺らも幸せやけん。これをまた来年やるために、またこれから明日からか、毎日東京で頑張っていければいいなって思ってる。